続いてこちらです51歳男性黒豚もどきさんの俺の五つ星京王堀之内駅の近くにあった立ちつてと私が盛協の配送センターに勤めていた20代の頃 職場のみんなでよく行っていた、タちつてとというお店の料理が忘れられません。タちつてとは、京王相模原線の京王堀の内駅から徒歩数分の場所にあった和食中心のお店で、特製のさつま揚げをはじめ、どの料理も美味しかったのですが、中でも特製シューマイは、細い糸を集めたような皮に、生姜の効いたタレが染み込んで、 絶品でした。ある日、マスターから、本マグロのカブト焼きをやるから、みんなで食べに来いと連絡があり、十数人でマグロのカブト焼きをむさぶるように食べたこともありました。僕らの食べっぷりを見て、4時間かけて焼いたマグロの頭を15分で食べ尽くされちゃったよと話す、イケメンのマスターの嬉しそうな表情を今でも思い出します。 21歳の長女が生まれた直後にも行った覚えがあるので、2000年までは営業していたはずなのですが、京王本線の北の駅付近に移転したと聞き、そちらに顔を出そうと思っている間に移転したお店もなくなっていました。あの渋いイケメンのマスターにも会いたいですし、数人いた従業員の方が味を受け継いで独立していれば、 あの特製シューマイをもう一度食べたいです。何かご存知の方は教えてください。さあ、ということで。やっぱおっさん、だから俺、2000年までは営業していたはずって言われると、おう、ち最近までやってんじゃんって思っちゃうんだけど、<laughs> もう20年以上前なんだね。さあ、立ち捨てといかがですかね。そう、これ,これなんで他業なんだろうって。 そのあ、すいません。いや、でも、まあまあ、あゆえを見は、だったかね。いや、私は、サシスセソがぴったり来ると思うんですよ。調味料のサシスセソがあるから。順番で言えば、あゆえもわかるし、それから料理のサシスセソでサシスセソわかるけど。なんでタちチツテトっていうのがすいません。まず引っかかって。で、また、そうするとさ、その、そこからイケメンの渋いマスターで、俺、タちチヒロシが繋がっちゃったから。 さんみたいな名前の人かかなとかあなあまあでも青春時代のこう、こう、特に20代の頃に仲間と行く行きつけの店ができるのってまあ楽しいことだから思い出のお店っていうのとこのお店のマスターの方から電話かけてきておい食いに来いよみたいな関係性はまあ今なかなかなくなってる関係性だからねこの頃のマスターが30歳とか 30代ちょっとぐらいだとして、うんうん、えっと、今、60歳ぐらいの、結構ナイスミドルになってるような気がするので。はいうんうん、池おじですね。はい、池おじ、ね。ねえ、立ちつてとね。ね、うん、え、堀の内駅の近くにあった立ちつってと。えっ、ー、と、思い出のある方。もしくは、えっ、ー、と、俺です俺です立ちです重宝 <laughs>、ね、ください。<laughs> 時刻は9時22分になりました。 続いては俺の五つ星のコーナーです。私これに備えてさっき竹内さんがお天気やったり交通やってる間おにぎり食べました。<laughs> これで耐えられます。お <laughs> 腹空いた状態でこのコーナーに臨むと、はいうん、ちょっと大変なことにする。そうですよね。ドラマチックだから皆さんの思い出とか、うん、あとラジオととのつながりもあったりして、はい、今日もね ぜひぜひ見つかってほしいってすごく思います。そうですよね。元カリアさんはね、よくこのコーナーご存知だと思うんですけども、ちょっと改めてお伝えしますと。はい、お願いします。まずはリスナーの方の忘れられないお店、思い出の味のメニュー、メールで募集して、番組でご紹介をします。うん、そして、リスナーの方から届いた情報をもとに調査報告をするコーナーなんですが、元カリアさんも言ってましたけど、こう完全リアルドキュメントなので、うん、見つかる時もあれば、 見つからない惜しいっていう時もあるんですよね、えー、ちょっと今日どうなるのかドキドキしてます、はい、では今週リポートしてもらう五つ星はこちらです51歳男性黒豚もどきさんの俺の五つ星京王堀の内駅の近くにあった立ちつてと 私が、生協の配送センターに勤めていた20代の頃、職場のみんなでよく行っていた、タちつてとというお店の料理が忘れられません。タちつてとは、京王相模原線の京王堀の内駅から徒歩数分の場所にあった和食中心のお店で、特製のさつま揚げをはじめ、どの料理も美味しかったのですが、中でも特製シューマイは、 細い糸を集めたような皮に、生姜の効いたタレが染み込んで、絶品でした。ある日、マスターから、本マグロのカブト焼きをやるから、みんなで食べに来いと連絡があり、十数人でマグロのカブト焼きをむさぶるように食べたこともありました。僕らの食べっぷりを見て、4時間かけて焼いたマグロの頭を15分で食べ尽くされちゃったよと話す、 イケメンのマスターの嬉しそうな表情を今でも思い出します。21歳の長女が生まれた直後にも行った覚えがあるので、2000年までは営業していたはずなのですが、京王本線の北の駅付近に移転したと聞き、そちらに顔を出そうと思っている間に移転したお店もなくなっていました。あの渋いイケメンのマスターにも会いたいですし、 数人いた従業員の方が味を受け継いで独立していれば、あの特製シューマイをもう一度食べたいです。何かご存知の方は教えてください。こちらの案件をリポートしてくれるのはこの方です。おはようございます。お笑いコビホタルゲンジの桐畑徹トールでございます。 もうね、僕もこのコーナー久々なんで、ちょっとき、き何笑ってるの、けさん。<laughs> なんで緊やしてるんですか <laughs> もう何年やってる <laughs> この番組。<laughs> いや、だから、ずっと新人の気持ちよ。ベテランですよ、うもう。いや、ベテランで、僕まだ2年目ですから。 えー、<laughs> さあ、ということで、<laughs> まず今回の依頼を整理しますとですね、はいえー、今回の五つ星、立ちつてとはですね、51歳、うんえー、男性かなあ依頼者、黒豚もどきさん、えー、20代の時に通ってた和食中心のお店だということですね。お店があったのは八王子、えー、京王相模原線の京王堀之内駅から徒歩数分の場所と、えー、思い出のメニューは特製シューマイ。美味しそうでしたね。うんうん 細い糸を集めたような皮のシュウマイで、うん、で <laughs> 生姜のタレが染み込んでて美味しかったということなんですね。 生姜のタレっていいですよね。ね<ー>しかもあと、この、さつま揚げも特製じゃないですか。そういう練り物とかをお店で作ってるって、はい、多分どの料理も全部美味しいですよね、ここ。練り物ってうまいんですよね。美味しいですよ。食べたい。<laughs> で、さらに、はいえー、この方の、現在21歳の長女の方が生まれたちょ、うん、直後にも行った記憶があるということで、どうん、でもこれ2000年までは営業していたとた。ほうほうほう。 で、その後、八王子の、この、京王本線え、え、北の駅付近に移転したとも聞いたが、そちらには、え、行かないうちにどうやら閉店したらしい。はああでも、一回移ってお店は開いてるわけですもんね。うん、そうですね。<ー>ってことは、ここで閉じててもまた再開してる可能性もある。うん、そうなんですよ。で、さらに、渋いイケメンのマスター、これにも会いたいと。 いやマスターから直接電話がかかってくる関係ってよくないですか確かにね美<ー>味しいのあるからっていういやもう完全な常連じゃないとそういうパターンないですよね,ねいいなさあということでございます私は今日は『デイデイじゃないからデ期待してくだしい詳しいな,しいな今,日今日はいけるんじゃないかと思ってるんですよ <laughs> 桐畑さん来た段階で今日やれるなっていう僕とデイはねもう一味違いますから <laughs> 二味ぐらい違うからね。もね素敵ですけどね。<laughs> 確率的になんかそんな予感がしてますけど。<laughs> はい。うん、さあ、ということで、はいえー、ありがたいことに情報がいくつか届いております。ありがとうございます。えー、まずは、40歳男性、フーゴさんからの投稿です。はい。五つ星の立ちつてとに行ったことがあります。お<ー>私が行ったことがある立ちつてとは、はい、北の駅北口の も近くだったので依頼者の方が言っていた京応堀之内駅から移転した後のお店だと思います、うんえー、場所はロータリーの近くの北の市民センターを通り過ぎて道を渡った先でしたはい、えー。立ちつてとの料理はどれも美味しかったのですが、うん、特にお刺身など魚料理が美味しかった記憶があります私はポン酢で食べる薄作りのお刺身が大好きでしたうわーいいな マスターもイケメンだったので、えー、今回の五つ星のお店で間違いないと思います。えー、私が行ったのは2004年ぐらいだと思うんですが、うん、今回の五つ星を聞いて、妻に、北の駅にあった立ちつてとって覚えてると聞いたところ、え私行ったことないよ。<え>私たちが付き合い始めたの2006年だけど、本当に私と行ったの <laughs> と聞かれ、気まずい空気になりました。えー、ラジオで調査していただき、北の駅で2006年まで営業しているのが分かれば、我が家に平穏が取り戻せると思います。どうかよろしくお願いします。<laughs> という投稿でございます。まずいですよ。夫婦仲間までか、かってきちゃってますよ、今日。 こういうのよくありますよね。ご夫婦の間柄で。でもこれね、や今ももしやってたりとかしたらね、また新しい思い出が紡がれるし。そうなんですよね。2006年ですね。わ、はい、かりました。うん、えー、この方、だからいわゆるこの移転した後、北の駅の近くの立ちつてとに出てたということで。お刺身なんですね、でもそうポン酢で食べる、薄作りの。 薄作りのお刺身が美味しかったかそうただマスターがイケメンってところは一緒だから、はい、そうなんですよ、ね、やっぱり同じお店のことをね、えー、言ってくださってる感じしますよね、えーえー、だからお造りかぶと焼きとも結構本格的なお店とさあこれもう本当問題ちょっとありますよね2004年ぐらいに お店に行った記憶があるそうなんですが。2年。でも2年ぐらい思い出って、ちょっとね、はい。ねえ。ねえ、ぐちゃぐちゃって何とかやりますもんね。えー、でもこの方のお妻のお,お話そう、私たちは2006年から付き合ってると。 この変な空気。このご家庭で。いや、どうにか2006年までやっててもですね。そうです。だから2006年まで営業してることが証明できれば、このご家庭に問題ないんですけども。う君の勘違いだったよ。僕たち言ってたんだよって言えますもんね。大事ですよね、関係ここは。かなり。はい。で、場所もだいぶ詳しく分かったので、国会図書館で調べてきました。え八王子の住宅地図を調べたところですね、北の駅近くに、 タチツテトが最初に出てきたのは2003年でした。うん、はい。で、お店の表記がですね、魚おやタチツテトという。うおやね、はい。魚に家で魚おやタチツテト。うん、で、その後ですね、これ2004年、2005年の地図にも名前がありました。うん、ただ、2006年の地図にはもう名前がないです。 風穂 <laughs> <laughs> さんも、<laughs> <ー>あの申し訳ないんです、2006年はもうちょっと閉店してんじゃないかなもうなかったことにしましょう、この会話は <laughs> えそうですね、うん、そうですね、うん、あんまりほじくらないほうが、ただ風子さんが言ってのは、違う方。<笑><笑> <laughs> 気がすると。ええー、ただ、まあ、地図を調べていろんなこと分かりました。正式名称。そうですね。年間やってたんですね。そうですね。2 3、3、4、5、5。2、3年はやってるんですけど、うん、この、魚屋や立ちつてと、これ、営業期間はやっぱちょっと短いですよね。うん、移転してからのね。ええー、で、まあちょっとですね、この、営業期間がまあ短かったということもあるかもしれませんが、この、移転した北の駅近くの立ちつてとについての情報は、この、風ゴさんからの、 そはいえっ、ー、とですねそこでまあ,あの近くのお店にちょっと電話をかけて聞いてみたところですね、はい、この「立ちつて」とのことをぼんやり覚えてる人はいたんですが、うん、はっきり覚えてる人はいませんでしたそうですか、はい、そして今この「立ちつて」との場所はですね現在炭火北野さんという串焼き屋さんなんですが炭火でこのお店にもちょっと聞いたらですね、はい なんか前にそういうお店あったらしいけど、ちょっと聞いたことあるけど、それ以上わかんないなと。まあどうしてもね、お店が変わるとね、なんとなくは聞いたことある。このね、店内のあれの、あの、改装するしないでね、それぐらいになっちゃうんですよね、お店の引き継ぎってね。え、それでその後どうなんですか ?2005 年に、北野駅の立ちつてとが閉まってしまって、炭火櫛のさんになった。で、立ちつてとさんはどうなったんですかさあ。 <え>そこで気になるのが、まだ情報は届いてるんです。よかった、はいえー。46歳男性、タさんからの投稿です。二十、はいえー、数年前、大学生の頃、慶応堀のうちの立ちつてとに、えー、バイト先の人に何度か連れて行ってもらいました。おお えー、シューマイが美味しいと言ってましたが、うん、私はバイトの先輩からおすすめされた、とんかつをいつも食べていました。とんかつ、はい、いいですね。えー、今回の五つ星を聞いて、えー、シューマイも食べればよかったと、20年越しにちょっと悔しく思いました。うん、えー、立ちつてとは、ご夫婦で切り盛りされているお店だったんですが、うんうん、おかみさんがとても綺麗だったことが印象に残っています。えー、<laughs> イケメンマスターに、<laughs> うん、お綺麗なおかみさん。 <え>美男美女のお店だったん、ね、なんですよね。えー、バイト先の先輩や、対象には内緒にしていましたが、モテない大学生だった私は、女将さんに会えるのを楽しみにしていました。あ、そんなに綺麗だったんだ。ねえ。20年以上も前のことで、えー、閉店後のことなどもわからないのですが、懐かしい店名が聞こえてきたので投稿してみましたと。 いうことで、えー、この方も、この方はこれ、依頼者の黒豚もどきさんと同じ、この移転する前の、慶応堀の内にあった、立ちつてと、ここに通ってたという情報ですけど、イケメンの店主と、おかみさんも美人だったと。とんかつが美味しい。<laughs> <laughs> なんかみ、えー、それぞれお好きなもの違いますよね。ちょっとですね、うん、薄作り、かぶと焼き、うん、シューマイにと、うんかつ。メニューの幅かなり広いですよね。と。 嬉しいねえ。だからどれもこれも看板メニューってことですよね。何頼んでも外れなしっていう。うしかもうて、あの移転先のお店、魚屋、うん、じゃないですか。魚の家、魚屋。 でも揚げ物やってたっていう。とんかつの。その前のとこでね。うん、前のとこも大やついてたのかなさあ。そこですよ。こ<れ>ああ<ー>、そういい <laughs> さすがです。<laughs> さすがやね。竹内さん、さすが。<laughs> さあ、その竹内さん疑問に関して、次のメール、こんな投稿が届いています、はいえー。46歳男性、豆腐とジュエリーさんからの投稿です。<laughs> 立ちつてとのことは全く知らないのですが。あれ 僕の友達の元橋くんが生まれ育ったのが慶応堀の内です。はい、ダメ元で立ちつてとについて聞いてみたところ、よく覚えているということで、 いろいろな話を聞くことができました。ねやっぱ地元で人気なんだ。ねえ。えー、この立ちつてとは、正式な店名は、食事どころ立ちつてとだったそうだ。うーん。えー、もたはしくんはランチタイムに行くことが多く、焼き魚の定食や、とんかつ定食を楽しむことが多かったそうです。<ー>えー、親戚が集まって忘年会をしたとき、座敷で食べた鍋も美味しかったそうです。 えー、閉店したのは2002年ぐらいで、店主のご夫婦に会えなくなるのを残念に思ったそうです。お店があったのは多摩ニュータウン通り沿いで、現在、ラパンというクリームパンが美味しいパン屋さんが営業している場所だそうです。という情報でございまして、これ、慶応堀の内、もう地元も地元の友達、本橋さんに聞いていただいたと。 なんか、いいですね。ねリスナーの方。ですよね。うん、リスナーの友達に聞いてらるからそうですよ。自分じゃないんですから。<laughs> ねわざわざトーフとジュエリーさんのお友達に聞いてくれてるって。でよで。竹内さん、わかりましたよ。移転前の正式名称は、食事どころ立ち捨てと。そっか。移転して、うおや立ち捨てとになったので、ね。そうなんですよね。なるほど。えー、だちょっとメニューす。 <laughs> 狭めた魚にちょっともう揚げ物とシューマイはちょっとみたいな可能性もあるわからないですけどねさつま揚げを手作りするお店だからそう、ね、ちょっとメニュー名幅広いと、うん、こだわりもそうですもんねそば<う>はね仕込み大変なんですよね、うんうん、これね 魚屋さんになったと。だから、この食事どころ立ちつってと、だと、やっぱランチタイムは、まあ、焼き魚定食もあったり、とんかつ定食。で、さらには、忘面会で食べた鍋も美味しい。何鍋なのかわかんないですけどね。美味しそうだね。閉店したのは2002年ぐらい。時期も一緒ですね。そうですよね。で、移転後はこの営業が2003年から2005年と、まあ、合いますよね、ここもね。で、この、京王堀之内駅の、 あった場所。現在、ラパンというパン屋さんが営業してると。クリームやパンがおいしい。クリームパンがおいしいパン屋さん。になりますね、それも。気になりますけども。さあ、ということで、えまだあるんですか、報告が。実はですね、今回のこの五つ星、リスナーの方から届いてる情報は、ここまでですはい。そうです。そんな残念そうな感じないでくださいよ。 最後の、これ、望みをかけてね、えー。はい、望みかけたいです。はい、この、食事どころ立ちつてとがあった場所。はい。京本領地の方ですね。うん、で、そこで今営業されてるパン屋さん。はい。えー、ブーランジェリーラパンというお店にね、電話をかけていました。うん、さあ、このラパンというお店のですね、はい、店主の高堂さん。うん。あの、電話でですね、あの、俺の五つ星というコーナーなんですが、って言ったところですね。うん、あ 伊集院光とラジオいつも聞いていますよ <laughs>、ね、俺のいつものコーナーも毎回聞いていますっ <laughs> あっ、めっちゃ話早いじゃないですか。<laughs> この番組もヘビーリスナー方で。ありがいたいですよね。仕込みしてる人の聞いてる率半端ないですよね。そうなんですよ。本当話が早い。ということで、この、立ちテてとのこのシューマイ、ご存知ですかって聞いてみたところ、答えは何も知らない。ええー、そうかええー。 そうなんですよね。なんかこう、まあ、ご夫婦で、うん、あの、まあ、仕込み中なのかな、この時間帯ですから、ラジオを聞いてて、あれ、京王堀の内ってこの近くだよね、と。うん。どの辺にあったのかね、<laughs> なんて話してたら、まさか自分のある、この場所だっていうことで、えー、え、ここにあったのっていうことでね、 え、でもすごいですよね。だって、え、ここじゃんって思ってたら電話かかってきたみたいなことですよね。番組から、いつも聞いてる番組から。そうそう。ま、ま、この辺だろうっていうとこからの、え、うちのこの場所、みたいな。え、切畑さん待ってください。今日これで終わっちゃうんですかいや、それはね。まだ時間はたっぷり。いや、そうか。私、ですかそのプレッシャー。私、あれですよ。今週しか来ないんです。代打なんで。 来週も来ちゃいますそういうわけでいそういうわけでいいからね。ただですね、この立ちつってとに関して聞いたこともなかったということでね、もう何もないんですが、これ諦められない。そうですね。これね、実はこのラパン、パン屋さんのラパンの高藤さんが、この物件の大屋さん、これ斎藤さんなら何かご存知かもしれないということで、大屋さんの連絡先を教えていただきました。ありがとうございます。 つながっていくパターンありますもんね。まだあるよ、つのぞみは。はい。そうなんです。ビルは同じですから。うん。はい。えー、立ちつてとの入ってたビルの大家さん、え、斎藤京子さんにお話を伺いました。はい。するとですね、立ちつてとよく覚えている。おさらにですよ。はい。立ちつてとの店主は、武田さんという方だ武田さん。ここで初めて店主の名前出ましたね。出ましたよ。武田さん。 イケメンマスターが武田さんってこと<う>武田ご夫妻ってことですよねそう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 武田ご夫そうだからこのご夫妻の名字は武田さんで、はいえー、この大家さんの斎藤さんもやっぱりイケメンだったそうですよ、うん、ええー、すごいこのね斎藤さん大家さんいわくですよ40代ぐらいでもうまさに男盛りのイケメンへ<ー>見た目の雰囲気、うん、渡辺健さんってええ健渡辺ですよ 見た目が。超正統派なハンサムじゃないですか。ですよね。うん、ハリウッド俳優の方ですから。 イメージそんな感じですって、えー、ケンさんの横にはどんな奥さんがいたんだろう <laughs> だからも、ね、う、えー、ご主人やっぱ背も高くて体も引き締まって、えー、ありゃいい男だったよ <laughs> ってね大 <laughs> さんおっしゃるんですよもうね電話でこう聞いてる最中もねイケメン男前いい男この単語がかなり連発しましたあ <laughs> そうなんだ、ね、相当だからご主人イケメンだったみたいですね誰に聞いてもイケメンって出てくるってすごいですよね一、ねえー、一人人ははイケメンって言ってて、はあそうかなってなることもある のに全員がイケメンっていう男性がね、あの、イケメンだ。渡辺謙さんのイメージですから。渡辺謙さんが料理人か。そしてさらに、かみさんも、綺麗だったと。どんなあのね。どんな感じでまあ、大家さん曰くですよ。ジーパンを履いてることが多くて、お尻がキャッと上がった、スタイル抜群の美人だったと。ああ、素敵。いう感じのことを大家さんがおっしゃってました。やっぱね、デニムってね、 出るんですよね、ラインがね。<laughs> 体が似てますよね、<laughs> スタイルが。お店の情報。そうですよね。お店の情報。<laughs> もうご夫婦の情報はいいですかいいですか <laughs> い,ですいや、あってみたいじゃないですか、このね。<laughs> さあ、そして立ちつてとかオープンした時はですね、えー、この元々のお店。 トンカツが看板料理のお店というイメージだったとんです。トンカツなんですか,んかメイン<ー>トンカツだったのは最初は。うんうん、で、まあ、この大家さんのこの斎藤さんもよく定食を食べていたそうで、ただ、うん 大家さんよく一番美味しかったのは、今回の五つ星メニューの特製シューマイだったと。ああ、やっぱりシューマイなんです、ね、大家さんも同じなんですよ。いやー、食べたいよ。えー、で、えー、この具の周りに細く切った皮がついたシューマイで、うんうん、えー、この大家さん、あの、斎藤さんはですね、よく、トンカツとシューマイがセットになった定食を。 食べていたそうなんですね。最高じゃないですか。なかなかでもない組み合わせですね。トンカツとシューマイセットって。えーねえー、がっつりですね。ね<ー> <laughs> えー。えそんな立ちつってとなんですが、はいえー、2002年ぐらいに、えー、北の駅の近くに良い場所があったので、そちらに移転しますということで、斎、うんえー、藤さんのビルから出て行かれたそうなんですね。はい、で、そしてその移転後のことは、わからない。 ああ、そういうことなんですよ。うん、ということで、実は今回のレポートは、はい。ここまでなんです、はい。いや、そこをなんとか、君 <laughs> 畑さんならいや,いや、だからね、これね、まあ、僕 <laughs> も,も,も結構ね、大家さんに食い下がったんですよ。この移転後のこと分かんないと。うんうん、ただですよ。はい。えー、この、えー、店主の武田さん。えー、これ大家さん曰くね、どうも、魂の方に住んでたような気がする。 お住まいのエリアは魂だったような気がするというちょっと一つ情報もいただけたんですけどもまあ残念ながら今回ちょっと解決まではいきませんでしたがまあですねあのこの立ちつつってのに関してはまあ引き続き情報はね今日私桐畑さんだからちょっと期待してたんですけどこれ、はいええ、デイデイさんとちょっと同じ感じですよね、ええ、これ <laughs>、ま、確かに僕ももう心苦しいですががっかりですよね <laughs> 非常に申し訳ないもうちょっとなんとかなるんじゃないかなと思ったんですけどね。直感で新たにここから募集をした佐々木市内でね、ご存じの方、渡辺健さんに似た方を、そう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 、結構細かい情報出てきましたもんね、今。だって、とんかつで思い出す方もいらっしゃるかもしれないし、シューマイだとちょっと分かんなかったけど、鍋もあったしね、いろんなメニューありましたから。 で、さらに移転後は、魚屋ですから、うん、これ魚に特化してますから、うんね、そこを覚えてるって方が来ると。2003年から2005年を中心に、うん。そうですね、ね<え>北野駅の方側の思い出とかのの。2006年以降でですよね、だから。2006年、そうですねわ。もうないんで、2005年ぐらいまでですよね。 まあだからこういうちょっとドキュメントなもんでね、もうこうなっちゃうこともこれあるんですよね。はあ、うい,うねいいとこまで行きましたけどね。そうですね。うん、なんとか魂の武田さん <laughs> とかです、ね。渡辺健さんから。渡辺健の。奥様はジーパンが似合う。そうですね。お尻のキュッと上がった方、はい。でもだいぶ年月が経ってるんで変わってる可能性もありますけど。その見た目の容姿はね。だまだまだちょっとね、情報はいただきたいと。うん はい、そうですか。じゃあ見つかった赤月にはちょっと遊びに来ていいですか、うん、そうですね、うん。追いかけたいですもん。私今日一回だからてっきり見つかるもんだって勝手に思ってたんですよ。うん <laughs> そうですリスナーとしてね、聞いてますけど、どうなったかは、ちょっとこれね、次、進展して、次の方画を見ときは、ぜひ一緒にやりましょうよ、ぜひ。やりましょうよ、ぜひ。だから、食事ろと魚屋、2種類あるっていうことを、ちょっとこう、リスナーの方に聞いていただいて、2002年までは食事どころ立ちつてと、2003年からは魚屋、立ちつてと、この情報をもうちょっといただきたい。少しでも心当たりがあるという方、あとはですね、 自分にも探してもらいたい思い出のお店メニューがあるという方はこちらまでお寄せください。はい、メールアドレスはアルファベット小文字で ij.tbs.co.jp、はい、ij.tbs.co.jp ファックスは03 55620954、55 0355620954、おはがきの宛先は郵便番号107-8066、TBS ラジオ、伊集院光とラジオと俺の五つ星の係まで。メッセージにはおところ、お名前、電話番号もお忘れなくお書きください。また番組ホームページにある投稿フォームからもご投稿いただけます。 どうでしたかいや、リアルドキュメントドキドキしましたね,ねでも俺、とんかつも食べてみたいなね<ー>ここいやもう、これ出たの全部食べたいですよマグロのカも多分、鍋も魚系ですね、これあ、そうかも、ね、ウオヤギ 移行していくわけでですすね食べたいわ。あと今後もね、元カレス、もし、あのお店、どうなったかなっていうのあったら、そちらも元カレスさん番号お寄せいただきたいですが、竹さんから個人的に連絡入れて、見つかりましたよっていうのがね。で、番組でね、ぜひね、お伝えしていきたいですよね、やっぱ味とね、思い出ってすごく直結してますよね、舌とね、皆さんのドラマがこれからも増えることを願って、ありがとうございました。以上 俺の五つ星のコーナーでした桐畑さんお疲れ様でしたお疲れ様でした時刻は9時23分ですここからは思い出のメニューやお店を調査報告してもらう俺の五つ星のコーナーです、えー、今週リポートしてもらう案件はこちらです51歳男性黒豚もどきさんの俺の五つ星 京王堀之内駅の近くにあった立ちつてと私が盛京の配送センターに勤めていた20代の頃職場のみんなでよく行っていた立ちつてとというお店の料理が忘れられません立ちつてとは京王相模原線の京王堀之内駅から徒歩数分の場所にあった 和食中心のお店で、特製のさつま揚げをはじめ、どの料理も美味しかったのですが、中でも特製シューマイは、細い糸を集めたような皮に、生姜の効いたタレが染み込んで、絶品でした。ある日、マスターから、本マグロのかぶと焼きをやるから、みんなで食べに来いと連絡があり、十数人でマグロのかぶと焼きをむさぶるように食べたこともありました。 僕らの食べっぷりを見て、4時間かけて焼いたマグロの頭を15分で食べ尽くされちゃったよと話す、イケメンのマスターの嬉しそうな表情を今でも思い出します。21歳の長女が生まれた直後にも行った覚えがあるので、2000年までは営業していたはずなのですが、京王本線の北野駅付近に移転したと聞き、そちらに顔を出そうと思っている間に、 移転したお店もなくなっていました。あの渋いイケメンのマスターにも会いたいですし、数人いた従業員の方が味を受け継いで独立していれば、あの特製シューマイをもう一度食べたいです。何かご存知の方は教えてください。さあ、こちらの案件をリポートしてくれるのはこの人です。 おはようございます。お笑いコンビホタル源氏の桐畑徹トールでございます。ちょっと説明がいるのは、はい、この立ちつてとの案件は、うん、僕がお休みだった、えー、9月の21日に一度途中経過の報告があったんですよ。はい、でいて、その時の代打パーソナリティに対して、うん、え竹内が、はいえー、ぜひ次回の報告の際も来てくださいねって言ったんですよね。うんはい で、えー、っと、結果なんとこの方が生のスタジオに来てくれています。 おはようございますたやいやでもそのいや逆ですよこっち側が約束したよねっていうことで呼んだんですけど最初から代打なのに最後まで付き合う気満々だなすっごいメッセージもらいましていやでもあのその説は大変お世話になりましたありがとうございましたこちらこそ貴重な体験をでもねうちのスタッフは本当に調子に乗るからあの 元カリ屋さん自体にもこういうお店ありませんかっていうのを聞いて、はい、えっとミニッツステーキっていう案件ももらったんですよねそうなんですよだから今日どっちのトークか分かんなくて朝ご飯食べるかすごい迷ったんですよあ自分が食べられる結果に <laughs> もしかしたらご本人来てステーキどうぞパターンあるなと思ってじゃあステーキ分残さなきゃみたいなただ今回はえっ、ー、と基本的にはシューマイかシューマイでえちょっとこう 俺一応オンエアチェックしたんだけど、ありがとうございます。切り端通るに対する嫉妬が強すぎて。嫉妬、うん、内容があんま入ってきてないから、ちょっと途中経過のとこちょっと教えて。嫉妬するの何であいつが元カリアさんと一緒に仲良く喋ってん <laughs> そこは嬉しかったですね。こっち休んでおいて。こっち休んでおいて。<laughs> はい。じゃあですね。まだユーさんもこう夏休みでしたし、はい、あの、リスナーの方で前回聞いてない方も、 いると思うので、前回報告した途中経過を振り返ります。お願いします。はい、えー。食事どころ立ちつてとは2002年まで京王堀の内にありましたが、その後移転して2003年から2005年ぐらいまでは北の駅近くで魚屋たちつてととして営業していた。はい、えー。食事どころ立ちつてとの頃はトンカツが人気だったらしい。トンカツはい。うんで 届いた情報で、あの、多かったのが、マスターがイケメンだということ。で、おかみさんもデニムの似合う美人だったという,<ろ>いうことですね。はい。で、えー、移転前、慶応堀之内時代、食事どころ立ちつてとの入っていたビルのオーナー、斉藤さんにお話を伺ったところ、えー、大将の名字は武田さんだということがわかりました。でかいよね。はい。その後のことはわからないという、ここまで前回。 報告いたしました。ってことは、この武田さんという、こう、強力な情報からの、進展がちゃんとあるってことですね。そういうことですね。すっごいドキドキしてなんかね、なんかね。あの、だって、ご主人は渡辺健さんに似てらっしゃって、奥様も抜群に美人だっていう。よく覚えてますね。やっぱ見た目の情報で重要なんですね。そうですよね。切り旗、目を見て喋るんじゃない この切り当たるところだけアクリル板を鉄板に書いてほしいんだけど。なんでです見えないじゃないですか。見えない方が、この縦の軸は、お前と向かい合わせの軸は。でも、もう進んだのはいい。ええ、ありがたいことに情報がいくつか届いています。まずは50歳男性、定額貯金さんからの投稿です。友達から立ちつてとがラジオで紹介されていると聞いて、びっくりしました。 私と友達は、慶応堀之内にあった食事どころ立ちつてとのとんカツが大好きでした。<ー>友達と週に2日は通っていたのですが、店主の武田さんには本当によくしていただきました。普通のとんカツの他に、和風のあんかけがかかったとんカツや、うん、じゃがいもを挟んだとんカツなどもありました。<ー>ごめん、とんカツ専門店じゃないんだよね。<laughs> そうなんですよね。うん 確かに、天使は背が高いいい男で、女将さんも綺麗でした。ただ、我々がいる前でも、よく激しい口喧嘩をしていたのを覚えています。<laughs> 新しい情報ですね。最新情報。これは書いて良いのか迷ったのですが、立ちつてとのご夫婦は、慶応堀の内から移転した後、離婚したと聞きました。 20代だった私と友達にとって忘れられ、忘れられないお店ですと。急展開すぎて、えー、竹内カなイと元カリアさんが同じ顔だ,だっけ、えー、あれだけ、ね、美男美女の素敵ご夫婦とお話でしたから、うん、衝撃的な事実ですね。よく激しい口喧嘩をしてて。お客さんの前でですよ、ね。 どうするどうするこれ、えー。まあ、だから、この、まあ、とんかつが好きだったという投稿ですけども、普通のとんかつだけじゃないという情報。うん、もうそっち入ってこないよ。そっち全入ってこないよ。いっだって、<わ>美男美女が、だって全然俺たちの雰囲気全然違う、ね、そうですね。無視できない情報ですね。この、ご夫婦は移転後に離婚していると聞いたという情報ですね。 そうなるとお店心配ですね。相当心配だよ。<ー>さあ、さらにこんな情報が届いてるんです。46歳男性、ゆで卵マンの筋肉さんからの投稿です。<ー>十数年前、立ちつてとという名前のお店に行ったことがあります。<ー>ただ、私が行ったことがある国分寺にあった立ちつてとです。え、ちょっと待って、新情報これ国分寺、はい、堀の内から北野に行ったって話です。はい。 こちら、国分寺ですねえ。国分寺駅南口から100メートルほどの場所にあった立ちつてとは、うん、鉄板焼きのお店でした。まうん、お肉やお魚の鉄板焼きが美味しく、珍しいお酒も飲ませてもらいました。このコーナーで言われていたように、店主は渋いイケメンだったと思います。うん、ただ、綺麗だったというおかみさんは、うん、お店で見た記憶がないので、<ー>関係のないお店かもしれません、えー、と。 今度はその国分寺の立ちつてとというお店で。で、これも、これも新情報でしょはい、これ新しい情報です。え、ちょっと待って。さらに移転したの移転して。はい。で、かみさんはお店では見たことがない。なるほど。あの、こういううかつな推測が一番いけないんですけど、はい、離,離婚して、うん、で、さらにこう、最初、食事どころが魚屋になってたじゃん。うん、肉と魚やっぱり両方やりたいから、はい。 鉄板焼きにしたみたいな。 ありえますよね。ありえるよね。ありえるよね。ちょっと前、だって、鍋料理もやってた時期ありますもんね。そう,そうそう。幅も広かったよそうな。突然、かぶと焼きも出してるですそうです。練り物も自分で作っちゃってりし。多す,す,す,すぎるだろって話です、ね、<laughs> シューマイも。もともとシューマイだからね。鉄板焼きぐらいね、できそうですよね。で、ここでね、この図書館の地図で、この国分寺の立ちつてとを探してみました。はい。これ、2007年の国分寺のこの住宅地図に立ちつてとがありました。おお<ー>これ合ってんじはい。しかし、 立ちつてとが地図に掲載されていたのは2007年と2008年だけと。何、遊牧民の軌が、もう動画、転転もう,もう転転、点々と、点々と、もしかしたら結果。はい うちのそばにある可能性がてあるもんね。<laughs> 移転し続けてね。続け移動して。はい、まあ、とにかくここも当たってみようということで、国分寺の立ちつてとの場所が分かったので、近くで営業していたお店に、鉄板焼きの立ちつてとを覚えていないか聞いてみました。さすが、なんか宣言解除でかい、ね。はい。立ちつてとのことを覚えているお店が、うん、見つかりませんでした。あそうです。短いもんね。そう、営業期間はね、ちょっとなんでね。<laughs> あとちょっと、う一回、お、あの、 竹内、俺を一回落ち着かせてほしいんだけど、繋がってるって決まったわけじゃないんだよね、この店あそうか、もう繋がってるもんだと思って。勝うで私は。<laughs> 勝手にね、離婚後のストーリーとして描いちゃいましたよ、ね。ま <laughs>、ね、元カリアさんこれだけ言っておきますよ。はい、俺を信用するな。<laughs> ただただただだ感想を言ってるだけだれは無理ですよ信者として無理ですよありがたいんだからね,うですねまあ残念ながらちょっとつながりませんでんこの慶応堀のう内の食事処立ちつてと、はい、あと北野駅の魚屋立ちつてとでそれからこのこちら関係あるかわからないんですが国分寺の鉄板焼きの立ちつてとまあこの期間が23年ほどでやっぱ覚えてる人が見つからないんですよ ねね期間3年ずつぐらいちょっと正直調査も行き詰まってしまいました。うん、そんな中、届いたのがこの投稿です。60歳男性、また遅刻さんからの投稿です。うん、立ちつてとの武田さんを知っています。そうん、来たね。来たね。来ました。来たね。知っていますですよ。うん、すごい有力な情報っぽい。ですよね。うん お名前は、ひとさんとおっしゃいます。ひとしさん。え、松平健さんと、うかじたさんを足して二で割ったような容姿に。ほうほう。低音の美声が響く渋いイケメンちょっとね、松平健さんと、うかじたさん。はえ、これ、革ジャンソーっての着物いやいやいや。服装じゃなくて、顔。顔が足して二で割ったような感じ。そして、やっぱり渡辺健さん方向ですね。はい、はいね。濃いんうん。 え、美人な女将さんと紹介されていた京子さんは、京子さん現在、国分寺にお住まいで、連絡先がわかりますと。へー、すごいという情報でございますよ。これもう立ち続けの天使を知っているという方の投稿ですから。いや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 え二人喜んでるけど、この情報やばくないえ、なんでですかだってさ、二人のこと知ってるわけじゃん。<え>はい。 京子さんの連絡先を知ってますっていうところに離婚の匂いがめちゃめちゃするじゃん見ず知らずの人が <laughs> いくらラジオ局とはいえ、うん、大変なことになるからさ嫌な思い出だったらどうするの嫌な思い出だったらどうするそ,そのごとごと丸ごと、ね お店もね、あれ。いや、そうなんですよねー。でも、たどり着きたいな、<laughs> ここまで来て。でも、そらそうです聞かないわけがいかないですから。いかないね。まあ、非常に聞きにくかったんですが。行ったんですかはい。まずは。 離婚してるかどうかを伺ってみたところ。あったの電話どっちどっち電話電話しました。電話だよねはい。それはいけないよないきなり。いいきなり。いきなり、離婚してますいそんな、すれるやつダメです大問題です電話で。TBS ラジオって語ってほしくないないよ。い個人の記事が通る。いやいや、それもういな。でも聞いたら電話で伺ってみました。はい。離婚してないそうです。おー、よかった。 よかったよかったか。じゃあ、定額貯金さんはちょっとち、違った情報を情報違いました。噂だんはい。見解はしてたけど、離婚はしてなかった。ただ大将の武田ひとしさんは、今年の1月、72歳の誕生日に、亡くなられたそうです。そうですか。 遅かったーんほんええー、ちょっとじゃーんね<え>ちょっとじゃ今年,今年の1月の月ですそうか、ね、まあだから奥様の連絡先は分かりますよねうんそういうことなんですね、うん、でね京子さんはそれ以来こう何か気が抜けたようになっていてこう寂しく思ってる矢先にこの番組から電話がかかってきたそうでうでね取材を答えることで ご主人にきちんとお別れができそうだと引き受けていただきました。なるほど。はい。なるほど。ちゃんと聞けたいっぱい聞いたはい。もう、電話で僕、たっぷり1時間以上、あそう。取材をさせていただきました。はい。はい。まず、えー、お店をやられていたとき、相当苦労していたそうです。<ー>この大将のひとしさんが、再三度返しで、 若い人や仲の良い常連さんにご馳走を振る舞うので、経営が常に厳しかったそうです。ほうほうで、そのことでいつもお客さんの前で喧嘩になる。<ー>で、私も黙っていられない性格だし、ひとしさんも本当にわがままだからと思い出しながら愚痴をおっしゃってましたね。あー、でもさ、最初の案件の中にあるさ、うん、なんかその、4時間かけて焼いたマグロを15分で食べられちゃ、食べねえよーっていう人、<laughs> の、ひと夏こそ。そうなんですね。しかもね、それが上手に焼けたいって常連さんにご連絡するぐらいのね、あったかいご主人で。で、さらにね、この、慶応堀之内の後は、京子さんこの別で働きに出ていらっしゃったんで、お店に出ていなかった。だから、離婚したという噂になったんじゃないかと、こちらはね、笑っておっしゃってましたね。だって喧嘩ばっかして喧嘩ばっかしてて、いよいよ移転してさ、全然いなくなったら、最近京子さんは言えない。 そうなんですね。でも別れずに一緒にいたんです、ねうん、そうなんです。で、この2件目の北野の立ちつてとを閉めた後、うん、まあ、ひとしさんが他のお店でも働いたりもしたそうなんですが、すぐに辞めてしまう。うん、で、そこでひとしさんのために国分寺に出したのが鉄板焼きの立ちつてだったそうなんです。 はい。だから繋がるんですね。すね合ってたんだじゃあはい。俺の推理が。はい。珍しく、<laughs> 珍しくやったんだよね。しかし、こちらも長続きせずに閉店してしまったそうですね。どれもじゃあ、リスナーさんから寄せられた情報は、し正しかった人志さんがやられてたお店だったでなんです。なるほどね。うん、まあ、この、そもそも人志さんは若い頃からこの料理人として誰かの下で働くのが苦手で、 でそんなひとしさんのためにお店を出すのが武田さんご夫婦の夢だったそうですで2人で頑張って39歳の時に念願かなってオープンしたこのご夫婦の夢のお店が慶応堀のうちの立ちつてとだったそうですね、うん、なんかさはい途中でこんなこと言うのもなんだけどお前よくよくインタビューしたないやーそれと京子さん 話したかったのかななんか。い,かい,ね、んいや、本当<う>と、ぐっとくるものありながら聞いたんですけど、まあ、京子さんに、ひとしさんの料理で忘れられないメニューを伺ったところ、うんうん、やっぱり、シューマイだ、うん、そうです。おー、お目が高い、はい でね、このシューマイ、鶏肉を何度も引いて滑らかにして、で、玉ねぎを入れて、マヨネーズをつなぎに使った。えー、そうなんですね。えー、はい。いで、いよいよこの自分のお店を出したいと二人で相談した時に、このメニューがあるならお店をやっていけるんじゃないかと決め手になったのがやっぱりこのシューマイ。もう着物メニューだったんですね。はい。このシューマイが。すごくないそれをさ、依頼者の人がさ、とんかつもうまかったんでしょうけど、 言い当ててるっていうか。そうなんですよ。うわただ、ひとしさんのオリジナルのメニューなんで、今では食べられるお店はない。うもう幻のメニューだそうです。最初思った時にあまりに凝ってるから、どっかでこう業者が出してるもんなのかと思ったの。なんかその、冷凍とかの天津で、はい、じゃないんだね。作ってんだね。うん、はい。 で、この大将の人さん、今年の1月にお亡くなりになられて、まあコロナ禍ということで、この大きなこのお葬式もできなかったそうです。で、京子さんはあのいろんな思い出もぼやけてしまって、ずっとちょっと塞ぎ込んでたって言うんですけど、この取材をしてるうちに、いろんなことを思い出してきて、いっぱいお話をしていただきました。いや、でもちょっと、あんま嫌だな元刈り屋さんの前でこれ以上切り肌褒めんの嫌だな <laughs> どんな葛藤してるんですかいいでしょたっぷり聞いたのが、俺浮かぶんだ、なんか。うん、でいて、俺なんかほん、ちょっとグッと来ちゃうのは、うん、苦労かけた多分、その、夫ですよ。うん、で、で、わがままばっかり言うんだけど、うん、この人は人の下では働けないから、外働き出ても、お店を持たせなきゃ持たせなきゃって嫌んだけどさ、この人やっぱ、 飽きちゃったり、それ大盤振る舞いしちゃったりするんだよ。うん、で、だからみんなに好かれてんだけど、うん、京子さんは一言言ってあげなきゃなんねえなって思うこと多分いっぱいあって、うん、で、そういう、だけど別れるわけにもい,いかん。みんなは離婚したってことでおそらく説得力持つぐらい、うん、激しいね、結果をね、<で>うん、されてたんですよね。でもずっと添いとけたけど、ふっ、うん、て72になって、うん、しかもお誕生日に亡くなった時に、 しかもコロナで、うん、わけわかんないよね。で、そこで TBS がこういうのなんですけどって言って、受けますって言ってくれて、で、このよくわかんないおじさんから再び電話かかってきて、取材をして、<laughs> なんかわかんの話してるうちに何か整理ついてく感じとかが、ごめん、ごめなさい、まあ。あと、えっと、と一個修正していいですかですか京子さんの手柄っていうことでどうぞ。<laughs> い,やい,やいやいやいや、今日は京子さん。いやいやまあ、まあ、いいですいいです。ただ、うん、やっぱ最後に京子さんの、うん お声を皆さんに聞いていただきたいと思いまして、ちょっと取材の模様をお聞きください。これ、依頼者の方が、生京の配送センターで働いてたときに、同僚たちと通ってたっておっしゃるんですよやっぱりね、生京さんの子たちが来ると、また若いし、もう主人がすごい可愛がって、もう何しといっぱい美味しいものを食べさせたいっていう、なんかすごい特別料理をするんですよ、振る舞うの。 マグロのかぶと焼きとかをやるから。ああ、もうそんなのも当然のように、<laughs> あの、手に入ったらそれはメニューにないんですよね。で私はそれがすっごい嫌で、それが私としては許せなくて、えー、そういうの仕入れてこないでってなるんですよ。<laughs> そで,、ね、でそれを、どっちかっ言ったらお金をもらってないんじゃないかな。えー、だからもう、 もう大変、うん、だからもう愚痴になっちゃうんですよ本当に <laughs> もう毎日のようにその夜お店閉めてからケンカみたいな感じで文句私が主人に言うんですよもうね本当にわがままな人で全然私のことなん何の話も聞いてくれなくて <laughs> でも今回お料理が美味しかったって言ってくれた人が、うん いてハッとさせられたんですけど特にそういう他の人の記憶に残るようなことなんか何もないと思ってたんです何もないというか想像もしてなかったことがなんかそういうふうに喜んでもらえて主人のこととか私たちがそこで確かに若い時に頑張ってた姿を見て思い出にしてくれてる人がいたんだっていうことにすっごいもうなんか。 まあ、主人が亡くなったからかもしれないんだけどすごいハッとさせられてで主人のこともなんかもう一度見直してま,まあ,あの旦那も「俺もいいとこあるだろう」って「ちゃんと認めてくれよ」って言ってるのかななんて思ったりして人さんのおいしいお料理のことをすごい分かってる人が家族と私だけじゃなくていたのねって。 すごいわって、すごかったねって、頑張ったわねって言いたいです。ごめんなさい。いやいやなんか、私たちも夢中で、頑張って、喜んでもらえるようなお店にしたいと思って、一生懸命夢中になってたことで、喜んでくれて、ありがとうございます。という、立ちつてとのおかみさん。 武田京子さんのお話でございました。歌うとか、なんかしろよ、ね <laughs> <laughs>。これ、何回聞いても、僕、じんと来ちゃうんですよ。いや、泣くわ。うん、私、こんな朝から泣くと思わなかったです。<laughs> ね<え>。本当に。竹内、すごいね。すごいです。なんか。言葉が出ない。んんなんか、こう、えー、いい思い出とか、あんなことあったよねって、話せることって。いっぱいあると思うんですけど。 大切な人の愚痴をまた言えるっていいですよね。本当に嫌だったのよ、仕入れるのって。うん、って言った時の京子さんの,の声の張り愛情深さ聞けて本当に、桐原さんありがとうございました、いやいや本当。 ま、あそもそも僕の番組の僕の企画も。いやいや、とごめん、そんな冗談も言わないっ俺、で泣いちゃうから。だけど、本当にすごい。本当にすごいのは、やっぱり急に亡くなって、しばらくはぼんやりしちゃうし、思い出すのはあの人は勝手で私が頑張って協力してお店を一緒にやっても、大盤振る舞いで赤字出してすぐやめてっていう。で、しかもそれもかなり前だから、なんものこんなかったじゃないってちょっと思ってたんでしょ なんかねちょっとすごいですね。えー いやーなんかまあまあお時間いっぱいですけれどもねえー、またあの元カリアさんのミニッツステーキの案件もあのぜひぜひあっホに皆さんよろしくお願いします案件送ってほしいあの情報送ってほしいんですけどすい,す、ね、いやたどり着きましたねす,すごいねお店の味だけじゃなくて、うん、お二人の人生まで行けちゃいましたね珍しく俺らシューマイ食えないのかって言ってないもんね <laughs> そ,うそういうことじゃないもんねこそうですね で、えー、俺の五つ星のコーナー、<laughs> え元カレさんありがとうございました。ありがとうございました。桐原君も少々頑張りましたね。<laughs> あ,りありがとうございました。